で今日の内容なんですけどセクションは5つあってで今,日であの今までずっとベクトル空間っていう話をやってたわけですけどその話は今日で終わりです、まあ、終わりっていうかこの話はあの理論付けのところは一旦終わって次から線形写像というこの話を応用していく話になりますで、えっと、今日の話具体的には最初のセクションで 先週あのよく分からなかったという人も多かった延長原理それの復習をしますでその後、えー、今日使う基本的なあの定理に関する、まあ、話をしますでセクション2では延長原理を使って R2 二次元数ベクトル空間ですねまあ xy 平面と言ってもいいけどそれの部分空間まあ部分ベクトル空間と言ってもいいけどそれを完全に決定します で今まで部分空間といったらすごく抽象的なイメージがあったんだけど実は R2 で見てみるとものすごくなじみのあるものが部分空間になってますまあそれはお楽しみにということですでセクション3では今度は R33 次元数ベクトル空間ですねまあ XYZ 空間と言ってもいいです僕らが住んでる空間と思ってもいいけどそこの部分空間 決定すするという話もセクション3でしますこ,こ,ではでここでは証明はしませんが結果を紹介します。でここで得られた結果もものすごく何ていうか馴染みのある結果になってます。でセクション4では連立一時方程式と回空間の話これ、えっと、初回ぐらいにこの話をしたんだけど「回空間が分かりません」っていう人が結構多かったと思います。だから改めて 同じよううな話をもう1回して、基礎的なあのでその後あのこれに階空間の次元とか階空間って結局こん今回だといわゆるベクトル空間になってるわけですね部分空間になってるだからあのベクトル空間になってるって話なんですけどでそこ,このこの特定のベクトル空間に関する次元をどうやって求めるかとかそういう話をしますで、えっと、それにまつわる具体例が P83 でえっとこ 基本的にあの講義で扱ってる例題が何か解ければ何というかそれなりの、まあ、こちらが期待する、えー、レベルっていうそういう感じですはいそれ,それではあの早速始めましょうまず最初ですねちょっとセクション1が分かりにくいかもしれませんが延長原理の話を改めてしますはいでまず状況の復習復習というかその説明から始めましょう まずベク登場人物はベクトル空間です。えそれであの名前は V と名付けることにします。でこのベクトル空間っていうのが一応何だったかっていうのは繰り返しになりますが説明します。このベクトル空間っていうのは何かというとまず一言で言うととある集合です。でも単なる集合ではないんですね。 このラージ v から要素を2つ取る、まあ、そいつのことをベクトルって言ってるんだけどその要素を2つ取るとそいつらに対して和というものが定義されてるこの和というものは V でもなくて V' でもなくて新しいベクトルのことですこれがあの V の要素としてラージ v の要素として定義されるこれがまず大切なんですねだから和というものがあるでもう一個大切なのはスカラー倍というものです スカラーっていうのは何かというとラージ V のなから要素を1つ取るで要素を1つ取るっていうのが、まあ、任意に要素を取ってるんだけどそれ分かりにくいという人がいるから、まあ、念のため説明するとなんか集合ラージ V のことを何ていうか袋みたいなものだと思ってまあみだくじとかくじが入ってる袋みたいなものと思って箱みたいなものと思ってもいいその中からひょいっと1個ものを取ってくるで今回はベクトルを1つ取ってくる でそれを v, v と表現するということです。だからどんなベクトルを取ってきてるかわからない。でどんなベクトルを取ったとしてもいい,い,いわけです。でそれに対してし実数 C 倍をするという操作がまあ定義されてるわけです。C は何でも構いません。実数です。でここで大切なのは,は CV と書いたら v で, v, でもな v ではないわけですね。第3。まあ 1, 1倍すると同じやつが出てくるけど。 一般的には新しいベクトルが出てくる。でそれが LargeV の元として LargeV の要素として定まってる。そういうことです。でだから結局なんでしかも和,和というものとスカラー倍が定まってるってことは LargeV の中で要素が2つあったと V と V' というものがあったらそれぞれ定数倍して足し合わせるという操作もできます。 先にスから倍しておいい和を取るると。と一時結合いうものが考えられるんですね。だからベクトル空間って何なのかって言われると一次結合というものを取ることができるような集合その中では一次結合というものが考えられるそういうものなんですね。でまあでそれ抽象的すぎるっていう人は V として R2 を想像すればいいわけです。 R2 っていうのは xy 平面のこと。まあ、二次元数ベクトル空間って言ってますけど、そこの点、それ平面の点って、これなんでベクトルかっていうと、原点からその点に向かうベクトルと、これと思えるからです。で、これをまあ平面ベクトルを成分表示すると、このように、このように書けると。で、だから平面の点とまあベクトルは対応してるわけですね。だで、その で、ベクトル全体を考えるっていうのは平面全体を考えることになってるからまあ、それベクトル空間なわけです、まあ、当然平面ベクトルだと和を取ったりスカラー倍定数倍したりできるからはいまあそういうことです、まあ、大切なのは単 xy 平面って言っただけではベクトル空間とは言わないんですね単なる集合でもそこで和を取ってそこの要素を取ってきた時に和を取ったりスカラー倍ができるその機能に着目すると 2次元数ベクトル空間というとそういう感じですさて話をちょっとも、まあ、進めましょうまずですけどベクトル空間ラージ V をまあ1つ考えてでその中から要素を N 個取っていきましょうだからラージ V のベクトルを N 個考えるということですで少し条件が今ついていてそれはその N 個のベクトルは一次ベクトルなものだよと そうしますで、サッチだと、また、あ、らに条件がついてて、V1 から Vn が生成する部分空間、これですね、これつまり V1 から Vn までの一時結合、つまりそれぞれを定数倍して全部足し合わせる。この形で書けるようなベクトル全体のなす集合がこの記号です。 このカッコの記号、先週か先々週か初めて導入して、高校の時は使わなかった記号なので、あのこれ、まあ、そろそろ慣れてください。これ、今後もよく使うので、えっと、まあ、使うたびに言うから意味がわかるとは思いますが、まあ、こういうものです。で、仮定は、それが、ラージ V とは一致しないよと。こういうじょ状況を仮定します。で、いうと、まあ、ここに、 Large v があって、V1 から Vn が生成する部分空間。だからこれ状況としては、何ていうか、N 個のベクトルがあるんだけど、その一次結合を全部考えても、何んとかそ、そのベクトルで、その一次結合で表現できないようなものが存在する。そんな状況です。これがここまでここの過程。ちょっとわかりにくいですけど。はい。それでで今 とまず V 引く集合都市 V 引くこ,この集合を考えます V1 から Vn のなす、えっと、部分空間だからつまりそれは絵で描くとここですここの集合を考えましょう色のついてるところの集合がここでああじゃなくて今考えているのはまえっと、V 引く V1 から Vn のえ ベクトルが生成する部分空間で絵を描く色をつけるあだから絵で描くとこうなってるでそこから任意にベクトル v を取ってくることを考えますだからこの辺ですね絵を描くとこの辺からベクトルを取ってくるでこのベクトルは何かというと v1 から vn の一次結合で書けないようなベクトルです で書けないようなやつだったら何でもいいから取っていきましょうということです。これが一行目のここの過程の部分です。でそでその時結論としては何かというと v1 から vn でさらに v を付け加えた n+1 個のベクトルたちはこれは一次独立です。 まあ証明の仕方としては、もしも一時従属だと仮定したら矛盾するってそんな感じになる、簡単に言うとそうなってるんですけど、ここでは証明しないことにします。で、まあ、先週も説明したんだけど、これ、例を見てもらうと、延長原理、何を言ってるか分かりやすいので、改めて説明しましょう。えっと、R3 のベクトルで v 1、V1=100、V2=010 と。 いううものを考えましょうそうすると当然ながら、まあ、簡単にチェックできることだけど V1 と V2 は一時独立です。まあこれ定義に従って一時独立であることがチェックできるよってことです。でえー、っと今でこれは V1 と V2 が生成する部分空間、まあ、だから絵で書くと V1 をまあ例えばこれ100ですね。で V2 を 010とするとその一時あの結合で全体でかける集合っていうのはまず何になってるかというとこれは xy 平面ですだから3次元空間の中の xy 平面っていうことですねでそこで r3 からその xy 平面を引くことを考えましょう、まあ、正確に言うと r3 引く v1 と v2 のなす部分空間を引く でそこから任意に V を取ってくることを考えましょうそうすると絵で例えば絵で表現すると V1 と V2 はここだったんだけど新しい V としてはこういう平面に乗っかってないようなベクトルこういうのを取ってくるとそういうことですでしかも何を取ってきてもいいよってことですねだからもうこっち側の反対方向のベクトルを V と置いてもいいただ XY 平面に乗ってたらダメだよってことですね とももかかくく何でもいいから1つ取ってくるそうすると V1V2V この3つのベクトルは一時独立でありますよとバラバラの方向を向いてますよということがわかるとそういうことですまあ延長原理が言ってるのはこういうことですでもこれ絵で見ると V1 と V2 がこっち向きでそ そこの xy 平面に乗らない V を取ってきたらそれはこれ V1 と V2 と、v、あの最後の V バラバラの方向を向いてますよねだからまあ一時独立だとまあより正確に言うと一時独立の定義がそれを満たしていることを論理的に証明できるということですはいまあこれだけですね まあ次にいきましょう、まあ、これはこの延長原理っていうのはこの後もえちょくちょくと使いますはいでこの後使う定理を一つ紹介しましょうで次の結果も感覚的にはすごく当たり前なんだけど、まあ、そ,その感覚的に当たり前の結果を例えば延長原理とかを使って論理的に証明できるということですただ詳細は割愛することにします これ教科書の端、えっと、末の正末問題かなんかですね。えー、ラ a r g v をベクトル空間としましょう。で、w を v の部分空間としましょう。で、部分空間って何だったかっていうと、これがちょっと分かりにくいんだけど、まず方眼関係をかん集合としてみると、ベクトル空間というものがある。で、w という部分集合があるということなんだけど、部分空間と部分集合は違います。 部分集合っていうのはまあ単なる集合なんだけど部分空間っていった場合はそれだけじゃないんですねこの集合はとてもありがたい集合になってる時に部分空間というそれは何かというとこう W にこれ W に着目した時にこここれがベクトル空間になってるか調べたいんですねでベクトル空間っていうのは輪を取る操作ができてスカラー倍をできるあの集合なんだけど えっとまず和を取るとかってどうしたらいいかというとそもそもこれ W に入ってるから W の和を使うっていうのが当然まあ普通なんですで輪でを定義しようとすると W の要素 V と V' を取ってくると和を取るという操作はあるわけですなぜならこれ V に入ってるからそうすると新しいベクトルが出てくるんだけど一般的には W に入ってるとは限らなくて V の要素ではあるんだけど W の要素かどうかは分かんない。でも W に計算和を導入したいんだからこの足し算したときに W の中にとどまっててくれないと困るんですね。だからこの部分空間であることの定義っていうの一つ目は和について閉じているとえそういう条件がついてる。でもう一つスカラー倍に関しても閉じていると。 で0ベクトルが入ってると。あ0ベクトルが入ってるが大体1個目の条件ですけどその3条件を満たしているときに W は部分空間であると言いますでその3条件満たしてたら結局何が嬉しいかというと W にその和,和について閉じてるスカラーバイに関して閉じてるってことは W に対してこのそこでその和とスカラーバイが定義されてるってことなんですね でその計算規則っていうのはもともとそれ V の計算規則を使ってるからあの望ましい平面ベクトルと同じ計算規則を持ってるわけですだからこの W っていうより小さいまあ部分集合なんだけどここ自身が再びベクトル空間と呼ばれるすごく数学的に扱いやすいタイプの E 集合になってるわけですそれが部分空間ってことなんですねはい なんかベクトル空間っていうのは固有の名前じゃなくて何ていうか性質を表す名前っていうのにもちょっと注意してほしいですね。こういう言葉遣いでてあまり今までしなかったと思うからベクトル空間ってすごく嬉しいやつだよと。計算規則がワ,ワトスカラーバイという計算規則が導入で,できて導入されていて扱いやすい集合だよっていうのがベクトル空間です。だから 今の状況は V もベクトル空間だし W も小さなベクトル空間こんな状況になっているとえこういうことですでこの時何が起こるかというと、えーまあ、ベクトル空間だったらそのお空間の大きさを測る尺度として次元というものがあるって言ったんだけど、えっと、W の次元は小なりイコール V の次元だよと、まあ、それは小さい集合だったら次元も小さいでしょっていう まあそういうい当たり前の結果ですで。この不等式が統合成立するのは集合として等しいというこの時に限りますだから逆に集合として等しくなかったならばだからいわゆる真部分集合ですね W が V より本当に小さかったら次元は下がってますよとそういう何というかすごく当たり前の結果です ただここは直感的にはそれは当たり前なんだけどこのベクトル空間というとても抽象的な絵も描けないような状況でもその平面ベクトルの時はなんとなく感覚的には正しいと思える結果があの論理的に示せるっていうのがここの,あの定理この定理です。で証、まあ、明もできるんだけどここでは証明を割愛します。 まあ、将来ノートを書く場合はそこを証明も書こうかと思いますが、うん、この辺なんというか証明がすごくロジックロジカルなんですよねなんか当たり前に思えるような話もその論理を積み重ねて証明するというタイプで慣れてないと結構難しいんで、まあまあまあ証明しないのもよくないけどここでは割愛しますで現実的にこの結果はどういうふうに使うかというと例えば えっと、v と、まあ、W、まあ、こういう W という部分集合があるんだけどまああるなんかたまたまなんか次元だけ W の次元と V の次元が等しいということが何か何らかの条件な事情でか先に分かってたとしましょう。そうしたら何が言えるかというと実は部分集合って言ってたけど部分集合は全体と一致しちゃいますよとえこんなことが言えます。 ででこの性質は後で使います、まあこれも何ていうか証明を証明を見てみないとそれはそうだろうって感じがするけどうんそれは正しそうっていうことがもう一回言うと論理的にちゃんと証明できるということです。まあ基本的にはこ,れこの結果が成り立たないとしたら矛盾が生じるみたいなそんなふうな入り方で証明するわけですがはいまあ詳細はとりあえず。 いいとしてこれ、ここの主張はちゃんとあの理解してください。はい次に行きましょう。でいよいよ,いよいよというか、まあ、セクション2ですね。でここでは R2 の部分空間の解説をします。で特に R2 の部分空間がどんなものであるかっていうのを、まあ、完全に何ていうか記述するという話です。でこちらのとしての希望はこれで。 なんか部分空間ってとても抽象的なものだって感じてた人が多いと思うけどあれこれ結構具体的に考えるとものすごく分かりやすいものを考えてるんだなってそういうことにまあ気づいてほしいというかそういうふうに感じてほしいなと思ってるトピックですはいまあやりましょうえっとまずえっとだセクション2の R2 の部分空間ですまずは R これ,これそもそも何だったかっていうとこれは2次元の数ベクトル空間です。でこれさっきも言ったけどここれ XY 平面のことです。ただ2次元数ベクトル空間っていった場合と何が違うかっていうと xy 平面っていったら単なる集合と思ってるんだけど、えっと、2次元の数ベクトル空間っていったら R2 の要素が。 こう平面ベクトルになっていて特にベクトルだからた和を取るという操作ができたりスカラーバイをする操作ができるそういう集合あの操作ができるとそれも込みで考えている場合は二次元数ベクトル空間と言いますはいでまあだから R2 は幾何学的に表現するならばこんな xy 平面になって集合っぽく書く場合はまあこんなふうな なんか空間のイメージがなくななくっちゃうようよ書き方もしますで W を R2 の部分空間としましょうえつまり R それは部分空間といった場合は抽象的には集合の絵でしか描けないけどつまり部分集合であって、R、W っていうのは R2 の部分集合であってしかも和に関して閉じているスカラー倍に関しても閉じているでしかもこの場合は00ベクトルも含むと。 こういう,ふうな、まあ、いな、一般的には R2 より小さな集合で、まあ、それ自身がベクトル空間になっているようなものこれが部分空間なわけですでなんか和に関して閉じてるとかスカラーバイに関して閉じてるとかそこのところの数学的な記述の仕方たが、まあ、難しいせいでそもそもそれが何なのかっていうところに何かあまり理解が及んでない人が多いと思いますが、えー、実は R2 の場合ものす 部分空間、ももののすす。ごく単純なものになにってます、えっと、W というものは次の1から3の,のいずれかあだから主張としては、えっと、次の 1, 1番から3番のいずれかが成り立つというのがここ,のこ,こで書いてる定理ですでそれは W の正体を明かしてくれるもんなんだけど W っていうのは、まあ、R2 の部分空間なんだけど可能性としては 3, 3パターンあります1つ目 実はゼロベクトルしか含まれなない集合になってるとこれ注意してほしいんだけど要素が1個しかないんだけど要素が1個しかない集合のことです、まあ、要素が1個しかない集合って想像しにくいんだけど、まあ、例えば要素がベクトル3つ3つ並べるとなんか集合って感じがするけど3つあるところの中から2つ取り除くそうすると 結局1つのものからなる集合ができるわけだけど、まあ、と,ともかく集合として見てるということです。でだから W っていうのは結局あの可能性としては何かというと原点原点に対応するベクトルこれです00ですね。可能性としてはこんなめちゃくちゃ小さな1点からなるあのベクトル空間の可能あ部分空間の可能性はあります。でそれがケース11、まあ、番目ですね。で2番目。 えっと、ある、ゼロベクトルではない、とあるベクトルが存在する。この E って書いてある、よって書いてあるのは、これは Exist の E です。Exist っていうのは存在するっていうあの英語で、で、そのアルファベットの E をひっくり返したのが、このよって書いてある記号です。あるよっていう意味ですけど、で、これ、 V の上によって書いてあったら V というベクトルが存在するということです。でここのロこれ論理記号ですけど括弧がついてたら以下の括弧の中の主,主張が成り立つということである V が存在してその V に関して、えっと、W をイコール、まあ、こういう V が生成する部分空間と一致するとこういう結果が成り立ちますよということです。 でここのッコちょっとわかりにくいかもしれないけどこれ先ほども説明したように V の一次結合全体です。で V の一次結合ってベクトル1個しかなかったら結局これをベクトルをスカラーイしたもの全体ってことです。この場合絵を描くとどういうことになってるかっていうと例えば V がこのベクトルだったとしたら、まあ、絵を描く時はその点が対応してると思うならこの矢印の先っちょここ,をかんここが指定されてるということです。 で,すで、えー、そ,れをそれの定数倍全体だから結局それは V が指定する V 方向の原点を通る直線になるわけですねだから W っていうのはこうなるよということですでこれが2番目の条件ですねだからこんな風に原点を通る直線ってなんかベクトルを使うとすごく分かりやすく表現できる、まあ、これはある意味発見ですね方程式で書くよりはるかに分かりやすい あの直線の方向さえ指定してしまえばもうあとは、ね、あのスカラー倍するだけでその直線を完全に記述できる。まあ、ともかくこれが2番目の条件です。で3番目。えー、部分空間というんだけど実はもう全体 R2 そのものになってたよと、えー、部分じゃ全然なかったねと、まあ、全体と一致してましたっていうのが3番目のパターンです。 で、この1か2か3が必ず成り立ちますというのがこの定理の主張。と、はいうことで、まあ、まとめてみましょう。ま,あ、まとめじゃないけどこの定理から分かることあの直感的な事実は何かというと W って R2 の部分空間と言ったんだけど、まあ、最初は抽象的に言ったんだけど基本的には W は原点を通る直線です。 原点を通る直線ってこん,こんなのもあるし、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 こんなのもあるし。いっぱい無限の可能性があるんだけど、基本的には W というのはそういうものです。R2 の部分空間というのはこういうものしかありません。まあ、ただし例外は2つあります。それは原点1点のみからなる、0ベクトルのみからなる部分空間。それと R2 そのもの。 はいまあ、そ,そういう2つの例外はあるけどそれ以外は,それ以外はもう原点を通る直線なんですね。だからなんか部分空間っていった時にどうそうなんか集合としてどんなのだろうってあまりイメージできないと思ったけどその輪に関して閉じてるスカラ倍に関して閉じてるそれなんだよって言ったけど平面の場合は基本的にはこれです直線です。 で、その直線っていうのはとあるベクトルの定数倍全体としてあの定義されてるから、まあ、そもそもスカラー倍には閉じてる。で和に関しても結果的に閉じてる。まあ、そういうものしかないんですね実は。だから線形代数っていうのは直線的な線的なものを扱う学問っていうのは言葉がそういうついてるんだけど、まあ、そのなんていうか一端がここに現れてるわけですね。はい。 まあでも直線を扱うというか計算規則に着目してるっていうのがポイントです。和を取る操作スカラーバを取る操作そういうのに着目すると、まあ、結果的にこのゃ直線が扱えてたねってえそういうことです。はいでは、えっと、これあの証明しなくてもいいんだけど、ま、あのさっきの延長原理がうまく使える例になってるからこれ証明しましょう。 で一部の人が証明の話になると分かりにくくなっちゃうという感じる人が多いかもし、まあ、いるけど、まあ、それでもしょうがない、えっとまあ、一応証明しますで前もって言っとくとここの証明が分からなかったから後が分からなくなるとかそういうことはありません、まあ、ともかく証明しましょうえまず W を R2 の部分空間としましょうえそうすると定義から何が、まあ、定義3条件あったわけですね で定義の1番目の条件は0ベクトルを含むというものだったから w は0ベクトルを含みますえ特にこ,ういこの w というものは空集合でないということがこれからわかりますさてでここで場合分けですえっとまあケース1ケース2って書いてるけどそれはどういうふうに場合分けするかっていうと w が0ベクトル以外のものを持つかどうか えーっとまずケース1ですけど W が0ベクトル以外のベクトルを持たなかったとしたら当然ながら W は原点のみからなる集合になりますで実際この場合あの部分空間になる,なるので1番の条件がこれがちゃんと成り立つということですでまあ それまあ、当然、係数1はこれで終わりで、係数2、それ以外の場合、つまり W が0ベクトル以外の要素を含む、つまり0ベクトル、この1点からなる集合ではないよと、こういうときを考えましょう。で、その時、えっとき、W の中から、W は0ベクトルでないベクトルを必ず含みます。少なくとも1つは含む。 なんでってゼロベクトルとは W は一致しないんだからゼロベクトルじゃないものがあるからそれを一つ選びましょう。まあ、これまあ任意っていうのはこのこの記号いいですかねこれ何でもいいエニっていう意味です。このこの記号はエニを意味します。 英語の「エニー」の「あの任意の」って言ったらちょっと日本語の何て言うか任意動向とかその言葉遣いが日本語に引きずられちゃうんだけど意味を考える時は「エニー」って考えた方がわかりやすいですエニーのニュアンスとすごく似ているエニー V を W から取ってきますただしそれはまあゼロじゃないやつとでそうするとどうなるかというとあでエディ言うと例えばここに V を一つ取ってくるわけですね W から。 まあ、点で表現するとこの点こんな点が1個あるということですでここで W が部分空間であるということが役に立ちます W は特に部分空間だからスカラー倍で閉じてますってことは何が言える,言えるかというと V をスカラー倍したものは再び W に入っているということが分かります、まあ、絵で言うとこれ 2倍、3倍、0倍、マイナス1倍、マイナス2倍、全部考えると、この場合だと、V を通る直、V が指定する直線、つまりなんていうの、V が生成する部分空間ですね。だから、V の一次結合全体。これは、W に含まれます。ここは部分集合の記号です。ここのところ、ちょっと小学者には難しいところですけど、 CV というものはこれは W の要素になってるでこちらは集合として見てるから部分集合になってるとここのところ使い分けられるようになると、まあ、大学で数学する準備が結構整ったかなって感じですがああの慣れないとこの区別つけるの結構難しいようですはいまあ、ともかくあのここ v が, v が生成する部分空間が W に入るあのサブセットとして入る部分集合として入る つまり W という R2 ってここにあるけどこんなふうにこ,ここのとここの直線は少なくとも W に含まれますよとあこの直線は W に含まれるということがまず分かりましたさてで、まあ、次ですけどもしも,もこの直線が、まあ、W と一致してるならば、まあ、そうしたら2番目が成り立ちます これでここで証明終了になります。で可,能まあ、可能性は一致するか一致しないかその2つに1つだから一致,してあの一致してたらこれ2番目が成り立つんだけどじゃあ次は、えっと、この V が生成する部分空間、まあ、この V が指定する直線ですねそれと W が一致しない場合を考えましょうそれが次のページで考察するケースです よろしいでしょうかはいまあ次に行きましょうじゃあ,あのいよいよその V が生成する部分空間が W と等しくない時これを考えましょうそうするとまず定義から W 引く V をするだから W から V が指定する直線を取り除いた集合を考えるんだけどこれは空集合ではありません家庭から。 ななぜならば w, w があって V が指定する部分空間があってこの2つが一致しないんだったらそこじゃないここの線を引いたところ色をついたところは少なくとも1つの要素があるからそこから何でもいいから、まあ、今度はさっき V を使ったから次 V' というものを何でもいいから取っていきましょう。で言うと V がここにあって V' がここ。 まあ英語で言うと V プライムって言った方がいいかもしれませんけど、えー、っと少なくともアメリカでは V プライムと言った方がいいんだけど例えばイギリスとかだったら V ダッシュって言っても通じ微妙に通じたりとか、えー、その辺ちょっとま国によるけど、まあ、一応言っときますたまに言ってあの正しい英語を使いましょうって怒られることがあるんで念のため言っておくとこれダッシュと読まずにプライムと少なくとも英語圏英語圏じゃなくてアメリカではプライムと呼んでます でも習慣であの日本語で説明するときは基本的に V' ダッシュと呼んでると。まあちょっとそれは置いといてもう一回言うとえっと今の状況としては V が生成する部分空間これこれが直線これが V のこのッコで書かれてるものだったんだけど W がそれ以外の要素を含むっていうことが分かったから、まあ、それ何らどこでもいいから何か一つベクトルを取ってきます。まあ、例えばここに取れたとしましょう。でそうするとこれ V と V' いかにも一時独立な感じがするんだけどこれは延長原理を使うとこの2つのベクトルは一時独立であるということがわかります。 まあ実際に絵が描けたならば一時独立って当たり前なんだけど今は任意に取るとかやってるからじ具体的に絵が描けないような状況なんですね。にもかかわらず一般的な原理からこの2つのベクトルは一時独立になります。まあ、論理的に示せるということです。でそうするとで,でここであの2つのベクトルの一時結合を考えます。 で、W っていうのは和について閉じてるしスカラー倍にも関しても閉じてるからこの2つのベクトルの一次結合を取ったものそれは再び W の要素に入ってます。ってことはな何が言えるかというと V と V' が生成する部分空間2つのベクトルがの一次結合全体のなす集合はこれは再び W の要素に入ってます。あまあサブセットとして入ってる。 で2つのなすベクトルのなす部分空間って結局感覚的にはこの2つを含む平面だからこれ全体になってるだろうっていうことがそ、まあ、直感的に想像できるんだけど、まあ、そこの部分はちょ、まあ、あくまで直感なわけで、えっと、今状況としてはもう一回言うとこの2つのベクトルが。 の一時結合全体のなす集合は W の部分集合になっていて W はさらに R2 の部分集合になっています。ででこう R2 と今比較することを考えます。で今何が分かってるかというとこの V と V' ダッシュが生成するこの部分空間っていうのはこれはこの2つのベクトルで生成されるんだけど この2つのベクトルは一次独立になってるからいわゆる V1 と v, v' はこの空間の規定になってますだからこのこの空間のディ,ディメンジョンは2ですで一方で R2 の r 二のディメンジョンっていうのはこれ規定10と01っていうのが取れるからで規定の個数がディメンジョンだったからこれも2です でだからこの2つの空間の次元が一致するで方眼関係が成り立ってるでさ先ほどの定理からセクション1で紹介した定理からこの V と V' ダッシュがこの一次結合全体のなす空間と R2 は一致するということがわかるとでしたがってそうするとえっとこの真ん中に 方向関係的に真ん中に W は含まれてたわけだけど両端が一致してるんだから特に W は R2 と等しくなるとこういうことが分かります。したがって3番が成り立つ。はいでもこんな照明これちょっとあの初めて勉強する人にはこういう照明は厳しいかと思いますが、まあ、いかにも線形代数的なまあ抽象的な照明絵に見えてるようで見えてないようなその。 なんていうか平面の話だけど絵に描けないっていうでそこでは結局ロジックしか頼りにのがないというそういう,そういう話ですねはいまあだからこういう話ができてなくてもあこのあと困ることはないんだけどその線形台数の証明ってこんな感じになってるっていうのを知っといた方がいいかなということでえここのトピック教科書には載ってないんですね優しい話だからでもこういう話は知っといた方がなんていうか理解が 進むんじゃないかなと思うので、えー、紹介しましたはい、まあ、次に次のページに行きましょうで、まあ、セクション3なんですけどこのセク,、えー、セクション3は今度は3次元数ベクトル空間 R3 ですねこいつの部分空間に関する話をしますでここでは定理を紹介するだけで証明はしませんで 照明はあの前のページとほと,ほとんど同じようにできるんだけど、まあ、時間の都合もあるからあの主張を述べるだけにしましょうえちなみに時間を見てみるとえっとあと今50分ぐらい経ったんです47分経過したということかはいまあまだあと40分ぐらいありますねまあ EPS かなちょうど今半分え中半分よりちょっと進んだかなって感じです はい、それで、まあ、セクション3なんですけどこのスライド1枚です。えっと、まず R3 って書いたら何かというと、えー、何度も言ってますけど3次元数ベクトル空間です。でこれは基本的には xyz 空間です。で集合としてはこ,これなんだけど、えっと、単に集合として見るんじゃなくて数ベクトル空間って言ってる場合は、えー、和を取るという操作がとかだったりスカラー倍を取るという操作。 その操作ができるというところも考慮した時にはこの3次元数ベクトル空間と言います。で,で W を R3 の部分空間としましょう。まあ集合の絵で描くと R3 の中に部分集合として W がある。で単にぶあの部分集合というだけじゃなくてこのもともとある R3 の計算規則を使って、まあ、W のとこで和を取るという操作ができるんだけど。 その和で閉じてるでスカラー倍で閉じてるで000ベクトルを含むとその3条件を満たしているときに部分空間というわけですで部分空間だったら何が嬉しいかっていうともう一回言うと W というところだけに考えたとしてもそこで和を取ることができてスカラー倍を取ることができるでうまい計算規則を満たすから W 自身もベクトル空間になってるんですね これが嬉しい。ベクトル空間っていうのはすごくいい性質を持つ集合だよってことなんだけどその R3 自体はベクトル空間なんだけどそのより小さい部分空部分集合が再びベクトル空間になってる数学的に扱いやすい集合になってるということですはいでじゃあそれ何なのって話ですねその正体はっていう実は具体的に分かります 次の1から4のいずれかが成り立ちます。1番。可能性1番としては、w は実は0ベクトルのみからなる集合である。たった1個の要素しか含まない集合だよってことです。で、それは原点。ここですね。ここに対応するベクトル。0ベクトルです。2番の可能性としては、えっと、何か v が存在する。 でそのベクトルはゼロベクトルではないものです。でそういうまあとあるベクトルが存在して、まあ、ちょっと絵,これ絵には書いてないけど、まあ、この辺に V があったとして W っていうのは V が V の一次結合全体のナス集合でつまり1個のベクトルだからこの V のスカラー倍全体ですねそれと W が一致すると言ってる。 つまり V がして、とあるベクトル V が指定するような直線になってますよと。でしかも空間の中ので大切なのは必ず原点を通る直線になってますよというのが2番目の主張です。まあ、2番目の可能性ですね。で、3番目。で、3番目は W、ここちょっと分かりにくいけど、W の一次独立なベクトル V1、V2 が存在して、 えつまり W の中に一次独立なベクトルが2つあるよと言ってるんですね。例えば、えー、V1 がここと V2 がここみたいな。絵で描くとこんな感じかな。一次独立なベクトルで。で、W という集合は V1 と V2 の一次結合全体のなす空間になっているとえ。そういうことです。 でそ,その2つのベクトルが成す一次結合全体ってこの場合はどうなってるかというとこの2つのベクトルを含むような平面ですねこんなふうになってるとだから w は原点を通るこの2つのベクトルで指定される平面になってるよとつまり先ほどは直線だったんだけど、まあ、特に原点を通る直線だったんだけど今度は原点を通る平面です 2番は直線3番は平面で大切なことは原点を通るっていうそこはそこは大切です原点通らなかったら部分空間にはなりません、まあ、そもそもゼロベクトルを含まないっていうのはその何て言うか絶対ベクトル空間にならないのならないから、まあ、ゼロがないような体系ってもうダメダメな体系なんで でまあ、さ最後の4番目の可能性としては W イコール R3 こういう可能性もあるつまり部分空間って言ってるのに全体と一致しちゃったよっていう感じですねでもそう数学っていうのはそういうことありますよね例えば数学の世界では例えばなんていうのかな今ここに長方形が一つあったとしましょうって言った時小学生の時は長方形って言ったら縦と横の長さ絶対違うよとそういうふうに理解するしてたと思うんですね ででも大学では長方形を考えます。2意の長方形を考えますって言った場合それたまたま縦と横の長さが等しい正方形になってる場合も考えてもいいってそういうふうな考え方してるんですね、まあ、そういう考え方に慣れてなかったらこれ W が R3 と一致するって言ったらおちょっと部分って言ってるのに全体になってるちょっと意味がわからんと思うかもしれませんけどあの定義の仕方が変わってることにまあ注意してください、えっと、部分集合と言っても、ま、あ 全体になっているかもしれないまあともかく4番の主張はこれですえそんなわけで R3 の部分空間っていうのはこの4パターンしかないで、まあ、1番と3番4番っていうのはある意味で例外的、まあ、2パターンの例外を除くと R3 の部分空間っていうのは原点を通る直線または原点を通る平面です だから直線かかか平面しかないよって言ってて言るんですね。だから、まあ、線形代数で出てくる空間ってあってこんなやつっていう,いうのがちょっと分かってくると思います結局直線と平面っていうまっすぐなやつしか扱ってない要は曲がった空間扱えないんですね例えばあの微積とか前期勉強したのはその二変数関数 y イコール x の2乗足すあ z イコール x の2乗足す y の2乗とか グラフそのグラフを考えたらこんな風なお椀みたいのが出てきたりなんかこの放物面って言ってこんなのが出てきたり、まあ、いろんな曲がった図形って世の中にはいっぱいあるんだけど線形台数で扱えるのは直線と平面っていうものすごく原始的なもの少なくとも R3 ではそういうものしか考えてません、まあ、そういう感じなんですね とてもあの限定されたものを考えていると。まあ、つまりあのわ和,和で閉じてるとか、スカラー倍でか閉じてるって言うのはものすごく強い制限だから、結果的にこういうものしか出てこない。まあ、線的なものしか出てこないんですね。線的とか面的なものしか出ない。はいまあ、そういうことです。まあ、証明は興味ある人はやってみてください。これ、あの延長原理を使えば全く同じように証明できます。 で、こういう証明ってごく個人的には面白いんですよね。なんか無からも具体的なものが存在することを証明できてる感じがするから。まあでもちょっとそれはどちらかというとちょっとプロの喜びとは言わないですけど数学を慣れてる人が楽しむ行為かなって初めて勉強する人はちょっとなんちゃこの証明って感じかもしれません。はい。で、えっと残りの時間ですけど。 次はトピックが変わって連立一次方程式と回空間の話をします。で話自体はまあ,あこの後とつながってるっていうのがわかるんだけどとりあえず一旦はあの連立一次方程式と回空間というま全、あ、本本質的には前期に習った復習をします。ただそ,その前期に習ったものプラスここに出てきている回空間っていうのはその集合の視点を付け加えたまあ、それだけなんですけどね。 そこががでもかかりにくいといいとう人が多いから改めて説明しますえまずえ、未知数 x1 から xn を考えましょう。まあ、あの変数って言ってもいいけど、なんとなくちょっと、まあ、子供っぽい言い方だけど、未知数 x1 から xn を考えてえ、それの連立一時方程式っていうのそれを考えましょうで。それは何かっていうとここに書いてあるようなものです。 だから x1 から xn っていうのがあってそれぞれを定数倍するで全部足し合わせたら b1 になるよみたいなえこんなタイプの方程式があの今回だと b 個並んでるまあ複数個並んでるんだけど今はちょうど b 個すいません m 個ですねだから変数が m 個でこ今は式が m 個のこちらは n こちらは m です はいまあ、こういうのを連立一次方程式というわけでした。でこれをあのこのまま扱ってもいいんだけど大学ではそその行列の理論として理解し直すことにします。で行列として扱うとすごくなんていうのかなこれ今文字が明らかにたくさんありますよね。高校のあの中学校でやってた時は ax たす by=dcx イコールたす dy=f イコールみたいなこれぐらいこれぐらいの文字数だったら別に あの抽象的に扱わなくてもいいんだけどこんなふうにたくさんものが出てくるとこれ実際に全部書こうとしたら文字書くだけでも大変なことになっちゃうから抽象的な方法っていうのがあのすごく有効になるわけですね特に行列表記が有効になるえどうやってするかというと、えっと、まず係数のところをこんなふうにまとめて、えっと、x1 から xn 未知数の部分をこの縦に並べる そうするとこの行列かけるこのベクトルイコールで ="b1...bm とする。このように書くと実はまず簡単にわかることですけどまあ、行列の計算規則を知っていればこのこの等式を満たすような x1 から xn を求めることとこの連立方程式の解を求めることは同値になります。で で、この,ベクあの行列のところをラージ a で、このベクトルのところを x 未知数のところを x のベクトルで、右辺のところを b と書くと、まあ、さらにこれはシンプルに ax イコール b とこんな風に書くこともできます。で、なんかこのこんな風に書くと、なんか少し違う見方も見えてきてるわけですね。 それは何かというと未知,未知なベクトル x に対して左から行列 a をかけると b が出てくるものそれを探してくださいとまあそんな風にも見えるわけです行列の言葉で書くと連立方程式を解くということな,なんだけど同じことを書き直しただけだけどちょっと違うような見え方がしてるって、まあ、こもうすでにこの書き換えただけでほのかに違う視点が見えてきてます、はい、ちなみに最後のやつは未知のベクトル x に関する方程式ですね だから未知数というかまあ数をまとめてベクトルとして扱ってるのがここの書き方ですだからこのここが統合成立するようなベクトル求めてねってことでもう一回言うとその統合成立するっていうのは未知のベクトルに左から a をかけるとちょうど b になるものっていうなんかもう見え方が違いますよね方程式を解いてるっていう感覚とはちょっと違うんだけどでもそれは単に書き換えただけ でちなみにあの方程式あの解空間がわからないっていう人が、まあ、例年たくさんいるから念のため方程式の解っていうのが何だったか復習しましょう。えっとであの連立方程一次方程式って言った場合あの実は人とあの指してるものが場合によって少しずつ違ってこの左側のこれが、まあ、中学生ならから ずっと連立一時方程式と思ってたやつはこれなんですけど数学的に答えが一緒だからこの行,行列に関するというかベクトルと、まあ、ベクトルと行列を含むようなこの方程式こちらも連立一時方程式と言いますなんか連立一時方程式っぽくなくなってるんだけど、まあ、中身は連立一時方程式だからこのこちらの こちらのまあシンプルに書かれた行列に関する方程式も連立一時方程式と呼ぶとで。でここではその連立一時方程式 ax=b イコール、B、で大切なのはこの x っていうのは今は未知ベクトルです。未知のベクトル。どんなベクトルが出てくるのかわからないけどまあこれ、まあ、だからこれ方程式ですね。方程式なんです。 でそいつの解っていうのは何かというとこれは ax=b となる特定のベクトルのことです、えー、別の言い方をするとこう未知のベクトルに実際に数値を代入して、まあ、実体のあるベクトルの,のことで,でその統合成立するようなものをあの方程式の解と言いますで多分 解とかいう概念、よく分かりにくい理由はその未知のベクトルの x と実際のベクトルの x これ2つあの微積でもよく出てきたんですけど変数 x っていうのと変数の中に数値が代入された実数 x2 つの x が出てくるんだけどここでも同じくえっとまあここではベクトルだけど2つの未知,未知の方と、まあ、代入された方と同じ記号を使っててここのところ多分混乱してる人がいたんじゃないかなと思ってます。 それでわかんなくなってるんじゃないかと思います。はいまあ、ともかともかく方程式の解っていうのはこれで、で方程式の解を全部集めると解空間と言います。まあそれだけ。はい。まあ少し具体的な例を見ていきましょう。で例ですけど、A イコール1マイナス1、1マイナス1というえっと行列を考えましょう。 でここで、えっと、連立一次方程式 AX イコール0というものを考えましょう、まあ、ポイントは右辺のところが0ベクトルになっているというものですえつまりこれこの連立方程式は拡大係数行列を書いた時にがそれがあ違うあの係数行列を書いた時にあの A になっているような連立方程式ですでまあ、こいつのあの 解空間をこれから調べていきたいんだけど解の様子を調べるけど例えばすぐわかることは11ベクトルはこの方程式の解です。解であるっていうのはどういうことかっていうとこの11ベクトルをこの未知のベクトルのところに代入すると統合成立しているとそういうことですがやってみると x 1 − 1 1 − 1 1 1ール えっと、ゼロゼロとなってこれは0ベクトルですと。はい統合成立してますねと。だから統合この方程式の解になってる条件を満たしてるからこれはあの解であるというわけです。この連立,連立方程式の解であるという。で一方で例えば x=12 というものは ax=0 という方程式の解ではないです。 なぜならば、X をここに代入してあげると統合成立しないからです。で、A、x AX イコール1マイナス1マイナス1、1、2、これを計算するとマイナス1マイナス1になるから、これはゼロベクトルではありません。だから、A、統合成立してないから、つまり AX イコールゼロという、えー、式が成り立ってないから、x イコール1、2はこの、 方程式の解でではありませんでもう一度言うとこの方程式の解空間っていうのは、まあ、解であるものを全部集めてくるとでそれが解空間ですでまあえっと、まあ、一応方程式とあち,ちなみにまあいいか、まあ、解空間っていうのは基本的には w イコール、まあ、x を全部集めたもので x イコール0となる だからここの条件を満たすようなベクトル、まあ、今回今回は x ですけどこれは R2 の今回は要素になりますねこんな風に書かれるわけです、はい、まあこのか階空間を今後しこれから調べていきましょうでこれはまあ以前にやったことから R2 の部分空間になるっていうことが知られてますだから階で で、部分空間になるってことはそれ自身がベクトル空間になってるつまり階空間 W っていうのはなんか小さなベクトル空間になってるんですねそれはどんな形になってるか調べてみましょうまあその結局 ax=0 っていう方程式を解けばいいんだけど具体的に解いてみるとで、まあ、ここでは x=xy とこのように記号 えと記号を置くことにします、まあ、実際に計算するときは x の太,の太文字ではこのままでは計算できないから成分を具体的に置くで第1成分を,、y、を x 第2成分を y とします、まあ、もう一つの候補は x1x2 という文字の置き方だけどここでは x と y を使いますで,で具体的に書いてあげると 1−11−1、まあ と xy の積だからで,それイコール00とでこれを連立方程式だからこれ計算するとここは x-yx-y それイコール00となるということですねでベクトルが2つのベクトルが等しいっていうのは何かというと第一成分同士が等しい第二成分同士が等しいっていうのがこれ2つのものが まあ行列なりベクトルが等しいことの定義だからそれを書き下すと、えっと、x-y=0x=y=0 これが出てきます、まあ、こんなふうにこのベクトルの話は連立方程式に焼き直されるわけですねで当然だからこれ2つのうち1つは無駄にあっても意味がない連立方程式だから消すことにしてでまあこれここは x-y と移行してあげたら これ方程式の解が求まります。まあ、エックスひこえっと一応もうこれ y イコール x としたらもう直線の式って分かっちゃうんだけど、えっとこの線形代数でこのい連立方程式を解く一般的なプロセスに当てはめると、ここは x イコール y と式変形して y の値を一つ決めると x の値が決まるとそういう風うに見るから y イコールシ定数 c とおく。 そうすると、xy というベクトルは結局、まあ cc となるから c を前に出して c る1 1ベクトル。こんなふうになるわけです。で、だから結局、こでここに出てきたベクトル全体の集合が回空間だから、11ベクトルを定数倍したもの、だから w=11、w=11 で生成される。 部分空間、こういうことが分かります。だからこれですね。これです。はい。11、まあ、というベクトルがあって、その一次結合全体のなす集合。これが a x ロの解空間と呼ばれるものです。で、これ,これ,これ y 結局 Y=X です。で、この話は前以前もしたんだけど、まあ、その時はピンと来なかったかもしれないけど、あの言い方が変わってるだけで、 あのなんていうかなそんな難しい話ではありません少なくとも概念上は難しいものではないはいこんな感じですであの回空間に関する一般的な定理があるのでそれを紹介しましょうラ a r g a を m る n 行列としますで定理は何かというと連立方程式 Ax=0 というものを考えましょう でその解空間つまりこの方程式の解全体ですねで皆さん前期の,あの前期に方程式のこの解き方やりましたで一般的に解いてあげるとパラメータ C っていうのが何個か出てくるわけですねだからそのパラメータ CC1C2CC3 をそれを動かすとたくさん要素が出てくるんだけど実はそれはあのベクトル空間になっていてつまり W イコール この x、まあ、それは、R、今回は Rn に入っていることが確認できるけど Ax=0 この条件を満たすもの全体は Rn の部分集合でちょっと,こと言葉を飛ばしてるけどまず部分集合ですでこれは部分空間であることがチェックできますで部分空間ってことはそ,こそ,のその集合内で計算規則が閉じているということになるから その計算規則閉じてる計算規則を使うとそれ,がベそれを使ってベクトル空間になっているるととうことがわかるだからここはそれはベクトル空間って書いてあって最後ディメンジョンなんですけどこの実はこのベクトル空間としての次元が簡単に求まってそれは方程式の個数変数の個数である n− ランク a になるとこういうなんか綺麗な公式が成り立つんですね。 え、なんでって感じ。ここでランクかよって気がしますが、もうランクのことを忘れてる人もいるかもしれませんが、あのこんな風にまた出てくるわけですね。はいで、これまあ、照明はあのしません。ここで書いてありますけど、ちゃんとした照明を与えないとなってるわけですが、まあ,あ照明の概要だけ述べましょう。で、実は次この後例題をするんだけど、その例題を見ると実はここの照明どんな風になってるかっていうのがわかります。 まあ、ともかくこれから簡単に、まあ、スケッチですねこれであの伝わる人はあんまりいないかもしれないけど証明の概略を述べておきますえまず ax=0 という方程式を解きたいんだけど、まあ、解こうと思ったら何,か何をするかと言ったら簡約化をするで簡約化した後の行列を b としましょうそうすると ax=0 という方程式の解と bx=0 という方程式の これ全く解が一緒になるということがまあ分かるとでも見た目が簡約,簡約行列の方がはるかに簡単になってるからこちらの方を見ると方程式の解がどうなってるか分かるということですでまず大切なことはこの簡約行列これを本当に方程式の形に戻したら方程式何個出てくるかっていうとランク A 個出てきますちょうど階段状になってるところですね主成分の個数です その個数だけ方程式が出てきますでこれも完全に感覚的な説明なんだけどそうすると変数今かん x っていうのは数変数が n 個ある並んでるやつなんだけど変数が n 個あってでそのうち方程式がランク a 個あるからそれは制約条件なんですね。方程式っていうのはこの条件この条件この条件ってことだからランク a 個の条件があるから。 結果的にはその w。解のまあ大きさっていうのは開空間の大きさまあ、次元ですけど、それは変数の個数引く制約条件の個数ランク a になると。え、そういう感じです。で、これはここ詳細を述べてないから、このままではおそらくほとんどの人はわかんない。でもぼ,ぼんやり。ああ、なんとなくそうかなと思う。人がまあ少しいたらいいかなと思ってます。はい。 えっとそれでは最後、まあ、あの例題に行きましょう。で今の話の、まあ、具体的な話になってます。だから、ここの例題をしっかり理解すると、実は1個前のページの先ほどのよくわからなかった証明をわかると思いますえ。それでは説明しましょう。残り時間は10分ぐらいですね。正確には17分あるけど、まあ、5分前ぐらいには終わりたいから。えっと、えっと、例題 P83、これの解説をしましょう。 えっとこれは教科書の例題そのものなんですけどあの問題の出し方をちょっとだけ変えてますまずまず最初にやることはまず考えてるのはこの方程式ですここに書いてある方程式を考えましょうえっと変数が5つまあ、だから未知数が一つ未知数5つってわけですねで式が2つのこれの連立方程式を考えるでこ,この連立方程式の答えを求めましょう で,でより正確には解空間を求めましょうだから答え全部を集合としてみましょうで集合として見ると何が嬉しいかっていうとこのタイプの集合っていうのは R5 の部分空間になってるだから演算に関して閉じていて実はベクトル空間になってるんですねつまりこの方程式の答えっていうものを全部合わせると単に答え全部でしょと思ってたら実はそこには数学的な構造が入ってたんですね だか,らあのまあ、だからわざわざ階空間というものを調べているわけです。全体像を見ると実は全体像がきれいになってたってそういう話です。でその階空間を W と置くんだけどそれの規定を求めてくださいという問題です。はいそれではあのやってみましょう。で基本的には あの集合の考え方がちょっと入ってきてるというだけで基本的には連立方程式を解くという話まあ同じですだからまずえっとここに書いて右の条件のところにある方程式解くにはどうしたらいいかというと拡大係数行列を書いたらいいんだけどそれを書くとこんなふうになってますでも今は右辺のところが00となってるで 右辺の00の場合はそこを書いても常に常に00となるから、まあ、わざわざこれ全部書いてもいいんだけどえわざわざ書かなくてもいいからいわゆる係数行列の部分だけを書きましょうえそれで係数行列を簡約化することを考えましょうで簡約化するとそのプロセスは今説明しませんけどでちなみにこのプロセスを忘れてしまった人のためにプリントをあの用意しました まあ、忘れてしまった人はそちらを見てください。まあ、ともかく簡約化するとあこんな行列が得られます。で実際簡約行列になっていることはま,まず横から見たらこう横から見ると最初になんかゼロじゃないところが出てくるこういうの主成分っていうんだけどこれ1になってなくちゃいけなくてまず横から見るとこう階段1が出てくるところが階段状になってる。 1> で1が出てきてるところ今横の並びで見たんだけど次縦の並びで見るといわゆる基本ベクトルこの場合は10と01が出てきてるとでこうなってたらこれ簡約な行列なんですねで、ちょっと説明の仕方が前期と違ったかもしれないけど全く同じあのせものの説明をしてますはいそれででだからこの簡約な行列を元の方程式に戻すと えっと、ここに書いてあるようになります。えっと、x1 引く 2x2 プラス 3x4 プラス x5。だからここの、これが出てきてますね。で、イコール0のところは、これ今省略してるから書かれてないけど、イコール0。で、2つ目は、えっと、0×x1 たす 0×x2 たす x3 引く x4 プラス 2x5。 で、イコール0のところは今省略されてるけど、それ省略してるだけだから、イコール0。こうなるんですね。で、ちなみにこの x1 と x3 っていうのは赤色。まあ主成分のところに対応する変数。そこのところ、色をつけときました。まあ、なんで色をつけてるかは後で。これが大切なんですね。あそれは理由は後で言います。で、w っていうのは、まあ、空間ですね。 考えてる解空間っていうのは結局この連立一次方程式の解全体の集合のことです。でこれを調べましょうということですね。はいで次に行きましょう。で、まあ、この何ていうか簡約行列をこの方程式の形に書けばこれで解が求まるって言ってるんだけど、まあ、前期はこの形からすぐ答えを求めたかもしれないけど、えっと、分かりやすくしたいならば。 こ,のこれ x1 イコール x3 イコールみたいなこの主成分に対,す対応する変数まあ、だから先頭の変数ですねそれイコールの形に書き直す方が分かりやすいと思います、えーまあ、で残りの黒いところを移行したら x1 イコール点点点点ってなって x3 イコール点点点点となりますでこのように見るとどんな風に見えるかというとなんか 1> x 1イコールこれ関数の形みたいに見えるわけですね。x1 イコール右辺で決まる。で、x3 イコール点々。だからここ y, なんか y イコールなんとかかんとかみたいな。fx みたいなノリで、なんか右辺のところの、特に x2、x4、x5、そこの値を決めると、x1 の値が決まるよと。x4 と x5 を決めると、x3 の値が決,める決まるよと。まあ、こんなふうに見える。ってことで、 でこのように見ると、x2、まあ、x4、x5、これを自由に動かしていいよと。で、その代わり X と X、x1 と x3 はあの勝手に決まるよと。右辺から決まります。まあそういうふうに見ましょう。まあこの見なくてもいいんだけど、見ると答えが、まあ、求まる。一つの答えが求まります。えっと、x2 イコール c1、x4 イコール c2、x5 イコール c3 と置きましょう。そうすると、方程式の解は、 でこあえてあのベクトルの形で書かなくてもいいんだけど、まあ、あの今後多分、まあ、想像がつくようにベクトルの形で書いた方がいろいろ見えなかった世界が見えてきますで答えはどうなるかというとまず x1 はこれですね x1 はここでここが c1 でここが c2 でここが c3 だから2倍の c1 引く3倍の c2 引く c1c3 になると。 で、x2 は今 c1 と置いたと。で、x3 はどうなってるかというと、ここですね。これは c2 引く2倍の c3 かあ。だから、ここに書いてあるようになります。で、x4 は c2 と置いて、x5 は c3 となると。これ,かこれであの前期、これで前,前期の結果、まあ完全に復元できたと。前期はここまででよかったかもしれません。 ただ今回はここから一歩考察を進めて連立方程式っていうのをより深く理解しましょうとそういう話なんですねそもそも前期なんかベクトルの何でベクトルの形に答え書いてるのかなって疑問に思ってた人がいるかもしれませんけどそれはベクトルを使うと何ができるかっていうと一時結合を取れるることができるんできんすね。だからこのままじゃあベクトルで書いたご利益が全然ない一次結合が見える形に書くと えっとまず C1 でくくると C1 はえっとこことここに出てきてるから C1 でくくると2倍に1 0 0 0となると。で C2 はえっとここと3箇所出てきてるから C2 でくくるとマイナス30110となると。で C3 はえっとマイナス1あだから3箇所あるから C3 でくくるとマイナス10マイナス20 はい一ですねあちょっと間違えてたこことこことここだなはいまあ今ちょっと書き間違えてましたが一時結合の形に整理し直すとこうかけるということですそうするとこれこれあの急に見通しが良くなってますねどのように見えるかというと 連立一次方程式の解は21000と30110と10-201という3つのベクトルまあこれそ,それぞれは解なんですね方程式の解なんだけど3つの方程式の解の一次結合で記述されてるよということですだからこれからわかることは解空間っていうのは実は この3つのベクトルこれが生成源になっているわけでまあこの3つのベクトルで生成されているということが分かりますこれ急にシンプルになりましたよね答えがなんというか方程式の解って言ったらなんかブワーって答えがたくさん出てるようなイメージがあったかもしれないけど今線形代数特にベクトル空間の視点で見直してあげるとなんかすっきりとしてます 方程式っていうの解っていうのはこの3つの解があってそれの一時結合全体ですよっていうとまああそっかっていうだから本質的にまあ解が3つあるよとか言われるとで残りは一時結合だよと言われるとああっていう <laughs> そうなんだっていう感じですね。でさらにこの3つのベクトルは簡単に一時結あの独立であることがチェックできます。 つまりそれぞれのベクトルを定数倍、まあ未知数倍して足してゼロベクトルを表現できるかって話なんだけど、これ例えば第2成分、第3成分、第5成分、ここですね。えっと、こ、あ、違う違う。えっと、少し考えたらわかるんだけど、えっと、これが0、0、0、0となるのは、 まあそれぞれの係数が0になる場合に限るからこの3つのベクトル、まあ、これ各自チェックしてもらうとしてこれは一時独立になりますしたがって W の規定したがってこの,この3つのベクトルは当然 W を生成してるんだけどそれだけじゃなくて一時独立になることもチェックできるからそれは規定なんですあ規定としてこれが取れるとってことは だから W というこのベクトル空間なんですけども一つの数学的な体系になってるんだけどこの規定はあこ,のこれがこれが規定になってます。ってことは D 面解空間の次元は3ということですね。はい、でこの解空間の次元3ってどういうことだったかっていうと今結局変数は5個あったんだけどその中からなんか5く2になってます。で その2個は2はどこから来てるかって言ったら方程式が2つあるから変数が2個消えちゃったんですねその2なんですで方程式が2個あるんだけどこの x1 と x3 ってどこから来てるかというとこれはランクですこれはその,あの先頭の係数ですね主成分と呼ばれてるや,やつなんだけどこれ主成分で主成分はそれ結局行列のランクに等しいからだから 階空間の次元はそのの変数の個数個引くランクになるとでこれの。これで理屈も分かったんじゃないかなと思いますがいかがでしょうか。でよくよく見てみたら今日の今日はちょうどもうここまでで終わりと。